ロイター通信によりますと、トルコ南部でマグニチュード 7.9 の地震が発生しました。地元の知事によりますと、これまでに34棟の建物が崩壊し、少なくとも5人の死亡が確認されたということです。日本時間の今日午前10時17分ごろ、海外で規模の大きな地震がありました。震源地はトルコになります。地震の規模を示すマグニチュードは 7.8 と推定されています。震源地は内陸のため津波の心配はありませんが、震源地付近では強い揺れが襲ったと思われます。気象庁の日本の気象庁の震度階級に換算しますと、震度5弱から震度6弱程度に相当する揺れがあったとみられますので、被害が心配されます。トルコはたびたび大きな地震に見舞われますが、今回の震源付近でマグニチュード7を超えるような強い地震の記録は最近ではありません。海外、中東トルコで大きな地震がありました。マグニチュードは 7.8 となっています。Oh,